キットゥーンズをチャンネル登録して楽しい冒険を始めよう。のカートには何でもあるわね。うえ、ナナ、さっき塩を渡したでしょう。うん、塩味のフルーツパイ、まずすぎる。お料理ってすごく楽しい。みんなのためならもっと楽しそう。うん、ひらめいた。ごちそうするのはどう？ファンタジーたちに、ベイビーボトルダニのみんなにも。シェフは私よ。そんなのずるい。じゃあ私はお皿を運ぶ。フルーティーレストラン、お手紙です。うん、今のは誰？あ、手紙だわ。誰からだろう。ツッティフルッティワンでの食事会に皆さんを招待します。あははは、やった。お腹いっぱい食べようね。イエーイ。ねえナナ、果物工場から果物を持ってきたよ。ありがとう。一番乗り、やったー。いた。怪我はないわ。ようこそ。アンジー、お皿を運んで。まずはサラダです。おいしそう。うん、これまで食べた中で一番のフルーツサラダだ。ボクシー、勝手に手で取らないで。手を洗ってなかったよ。最悪だったらこれもう食べない。待ってて。お、すぐに新しいサラダをお持ちします。私もおかわり。ボクシーがグリフのを食べたから急いでもう一皿作って。手は二つしかないのに。お客様が料理を待ってるのよ。私がシェフだったらすぐに作れるわ。なんですって？どうぞ。サラダはもうすぐよ。あ、うん、私がウェイトレスならお皿を落とさない。本当？じゃあ今からあなたがお皿を運んで私がお料理する。すみません、果物じゃなくてカップケーキが欲しい。カップケーキはないの？なんだがっかり。そうだドリーミー、この果物をアイスクリームに変えてくれない？わー。気が変わったわ。やっぱりフルーツサラダがいい。シェフにそう伝えます。ちょっといい？私、果物はきっちり2センチでないと食べられないの。ケチャップかけて。果物にケチャップ？これもかけて。ケチャップもね。私の料理がめちゃくちゃよ。かわいそうなアンジー。このアイスクリームにチョコをかけたらもっと美味しくなる。ここにチョコはないわ。私の家にあるわよ。谷に行って取ってこいって言ってるの？よろしく。美味しいけど、そう、クリームが足りないわね。クリームはないわ。なら、私の家にあるよ。はいはい、取りに行けばいいんでしょ。すごく美味しいけど、サクサクのウエハースがあればもっと完璧になる。ここにウエハースなんてないわ。うちに？あんたってもう取りに行かないからね。すみません、私のデザートはまだ。そう、いつまで待たせるの？お腹すいた。かわいそうなナナ。お腹すいた。お腹すいた。お皿を運ぶのも大変ね。料理するのも大変。感謝の気持ちをみんなに。うん、ちょっと。マジックティアーズゼリーズ。すっごく楽しかったと思わない？二人だけで料理してた時は。いい？こうなったらもう甘い顔はしない。フルーティーレストランだもん。やめなさい。食べながらおしゃべりしない。ナフキンで顔をきれいに拭いて。テーブルに肘をついちゃダメ。手を洗ってきなさい。お行儀が良くなったわね。もう食べ物で遊ばないでね。調子に乗っちゃった。ごめんなさい。許してくれる？謝りたいから、今度はあなたたちにごちそうする。すっごく
蜂蜜かけたら、蜂蜜はないんだ。そうだ、コニーの家にあったわよ。遅れてるよ。おはよう。消毒完了。いい匂いね。頑張ろうと。何も確かめずに警報を止めちゃった。どうして警報が鳴ったの？こんなのおかしい。果物がもうないってどういうこと？あなたも気づいたの？ええ、もちろん。って何を？ここに果物がないこと。ずっと雨が降ってないから木が枯れちゃいそうなの。大変！だったら今すぐみんなを集めて話し合わなきゃ。どうだ？どういう気だ？さてと、まずは私から話すわね。雨が降らない原因を突き止めるために調査チームを作るっていうアイディアはどうかしら？おう、賛成！もしこのまま雨が降らなかったらトゥッティフルティワンから暗いジュースが全部なくなっちゃうわ。今すぐ何とかしなきゃ。もう待ってるだけじゃダメだったら。何かやろう、何かやろう、何かやろう。踊ったって何も変わらないわ。こんなことしても雨は降らない。何？よく聞こえない。おしまい。頑張ったわね。ねえ、大丈夫？空を見て、雲を呼び寄せたわ。でもそんなことありえる？雨声で雲を呼んだわ。雲は呼べても雨はまだ降ってないけど。雲にくしゃみの粉を打ち込んでくしゃみをさせてみましょう。すごい作戦だね。この大砲でくしゃみの粉を発射する準備ができた。いい？カウントダウンを始めるよ。10、9。くしゃみの粉？はい。それでうまくいくの？7、6、5。待って。4、5。あっ、この調子で頑張ろう。ウィー、ブタ、ウィー。これからダーダが雲が鳴いちゃうようなとっても悲しいお話を聞かせてくれます。雨が降らない、雨が降らない、ウィー。こら、そこで何してるの？ちょっとそれを返して。雲も笑い泣きしてくれるかも。笑ってる間に果物の木は枯れていくのに。マジックティアーズジェリーズ。全然ダメね。当たり前よ。こんなことで雨が降るわけない。どうしてもっと早くそう言わなかったの？言おうとしたけど、みんながすっごく張り切ってたから正直な意見なんて言えなかったの。今はあなたの意見を聞きたいわ。空に雲はあるけど灰色じゃないし、畑から遠い場所にあるわ。わかった。問題は風がないことよ。風があれば雲を湖の上に動かせる。湖の水を吸い上げた雲を畑の上に動かして雨を降らせるのよ。風を起こすの？そうね。あれよ、果物工場の風車で雲に風を送ればいいんだわ。賛成。風車にエンジンをつけよう。決まり。そうすれば強い風を起こせる。今度こそ絶対うまくいくわ。このボタンを押して風車が猛スピードで回るよ。メル、
あなたが押すべきをあんなに一生懸命やったんだから。汚れた靴下みたいに臭いんだもん。ああ、おう、痛い。大丈夫？私はね、でもお尻はいいえって。マジックティアーズジェリーズ。今のは笑っちゃった。でも一歩間違えれば怪我してた。誰かが生ゴミ入れに捨てなかったせいよ。うん、きっとその子の仕業だわ。見て、いっぱい落ちてる。追いかけてみよう。川を追いかければ誰が捨てたかわかる。うん、やっぱりあなたがバナナの皮ポイ捨てやね。何それ、ポイ捨てよ。どうしたの？私はナナよ。名前は知ってるでしょ。私が転んだのはあなたのせいよ。皮をポイ捨てしないで、じゃないとみんなが転んじゃうわ。ごめん、バナナを食べると美味しすぎるから他のことはつい忘れちゃうの。ナナ、そんなにぼんやりしてちゃダメよ。この綺麗な景色を守らなきゃ。でも川があった方が素敵かも。はい、るいどい。ゼリーズも楽しそうだわ。じゃあね、私はおやつを食べに行く。冗談じゃないわよ。このトゥッティフルッティ湾でバナナの皮で転ぶ事故が二度と起きないように私が何とかする。あーいった。おいしそう。アイスクリームは？そうよ、バナナをアイスにしよう。ああ、今度こそ絶対よ。あ？そうだ、バナナジュースにしたら最高。食べてみて。あれ？はい、みんな、バナナの皮にはもううんざり。ナナはバナナしか食べないの？私が助けてあげる。この魔法の玉によると、また誰かが転ぶ前にナナは心を入れ替える。それっていつ？私、こんなのはもううんざり。それはまさに今よ。とても恐ろしいことが起きるわ。ナナダメ。川は生ゴミ入れに入れてって数えきれないくらい言ったでしょ。そっか、忘れてた。誰かが川で滑って転ぶかもしれないよ。あなたは心配しすぎ。わー、何も見えない。わー、すごく押した。世界記録を破れそうだね。助けてあげようよ。ダメ、ナナには反省してもらおう。クモさん元気？あれは鳥？飛行機？あれはナナよ。の皮は危ないって分かったはずね。確かに、魔法で助けるわ。わあ、アイスクリームも滑りやすいでしょ。捕まえた。ごめんね、ピア。もう皮をポイ捨てしたりしない。これからは絶対に忘れないわ。すごく危ないもん。
そうだ、見てくれる？川でずっと滑ってたらスケートがこんなに上手になっちゃった。はーい。あー、面白い滑り方ね。ハンナ、足を上げて。一番上手に滑った人が優勝よ。バナナはこんなにある。スケートし終わったら川をどうするかわかる？生ゴミ入れよ。するわ。それにこの暗いジュース美味しすぎる。もう一杯おかわり。おかわり？でももうないのよ。どうして？あなたが飲んだから。暗いジュースのないトゥッティフルッティマンなんてありえないわ。それってボトルのないベイビーボトルダニみたい。何？ジュースがないならみんなで作ればいいんだよ。みんなで？やった。あの果物工場で私たちもジュース作りを見られるの？もちろんよ。わーい。どうやって作るのか知りたい。おう、よし。おー、入って。ここは消毒スペースよ。消毒完了。わー、あれが丸い天井。わー、これがコントロールモニター。わー、そしてこれが、はあ、果物の甘いいい匂い。わー、ついてきて。ほら、あとでお掃除しなきゃ。わー、そしてこれがお待ちかねの混ぜ混ぜマシーン。見たい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 わ。どんな果物を入れてもいいの？果物は目が回らない。このマシーンをくれる？いいよ。いや、これはあげられないけど、みんなで暗いジュースを作ろう。まずどの果物を入れるか決めなきゃね。バナナがいい。いいえ、ブラックベリー。ダメよ。リンゴ。バナナだよ。リンゴがいい。ブラックベリーだ。だったら全部入れるのはどう？待って。歌いながら混ぜるとジュースが美味しくなるんだよ。 First the banana to have a better week, then the blackberryAlways tasting sweet. The apple in the morning is not a hit of boring. Mix them all together. Cry juices, why? もう一度。 First the banana to have a better week. Then the blackberry. Always tasting sweet. The apple in the morning is not a hit of boring. Mix them all together. Cry juices forever. Why? これでよし。じゃあ混ぜ混ぜしよう。私にやらせて。もちろんだよ。飲んでみましょう。この味ってなんだかジェリービーンズの雲みたい。それにキャラメルの虹みたい。これ、美味しい。本当に最高。感動しちゃって涙が出そうだわ。マジックティアーズジェリーズ。涙からジェリーズが生まれた。すごい。本当だね。いたずら好きなの。だから果物工場の中には入れないっていう決まりがあるの。ダメ、こら、捕まえた。待ちなさい。ダメ、果物を取らないで。返して。フッティフルッティマンが好きならもうやめて。そうだ、ナナ、エラ、ジャム大砲を持ってきて。わかった。撃てやった、うまくいったわ。やったね。よかった、これくらいで済んで。じゃあ外に運びましょう。さあ、二
人とも頑張って。さあ、その調子よ。頑張れ。やめて、食べちゃダメ。お願い、食べないで。チェリーズが逃げる。待て。ちょっと、あっちに逃げた。戻ってきて。いざ。逃がさないわよ。やめなさい。ほら。谷の方へ向かってる。ダメ、そっち行かないで。どうしよう。チェリーズはどこに行ったの？大変なことになったわ。続く。遅れちゃうよ。お願い、いいでしょ、遅れないから。 Through thick and thin Friends To the end。 一度だけしてみんなでコンサート行こうよ。わかったわ、親友だから許してあげる。ああ、大好きよグレイス。マジックティアーズジェリーズ。ほらジェリーズ、ピンパリピンパリ。森の中にステージ作るなんて絶対見せないコンサートね、デイジー。まあリジー、あなたは世界一のマネージャーよ。今日は最高のコンサートになりそう。ほんと。数え終わったら探しに行くからね。見つかる前に柱に触れればその人の勝ち。わかった？了解。20 19 18 17 16。ネッシーとフォクシーを。はい、ベビーたち。あ、サーシャ、かくれんぼしてるの。隠れるのを助けてくれる？ええ、任せて。ありがとう、フォクシー。あー、次は私の番。3、2、1、もういいかい。何？ずるい、教えてもらうのはなしよね。お願い、チェリーズ、探すの手伝って。見つけた。この時期に雲が低いのはちょっとおかしいわね。見つけた。次はグレースを見つけるわよ。私とベイビーたちの勝ち。そんな、グレースったらいつの間に。さてと、そろそろコンサートに行きましょう。ダメよグレース、今度はあなたが鬼なんだから。え、歌の女王デイジーを手伝えるなんてものすごく光栄。歌を聴かせてもらえない？もちろんよ。Friends forever, friends. Friends forever, friends. 見つけた。え？見つけた。デイジーのコンサートが始まる前にアンジーを見つけなきゃ。うわあ、とっても素敵。あなたにぴったりのステージよ、デイジー。でもまず。コンサートの前にお化粧しないと。私、敏感肌だから気をつけてちょうだいね。心配しないで。使うのはイチゴ水入りトゥッティフルッティのアロマよ。ティア、助けて。グレースとかくれんぼしてるんだけど、どこに隠れたらいいかな。え、何？あ、大変。コンサートの時間になっちゃった。きっとグレースは私を待ってるはず。彼女に怒られちゃうよ。行かなくちゃ。じゃあね、ピア。じゃーん。わあ、すっごく素敵よ。デイジー、開始10分前よ。このコンサートをあなたに捧げるわ、ドッティ。ありがとう。あなたの歌には感動しちゃうわ。アンジー、アンジー、もう降参。では温かい拍手でお迎えください。歌の女王デイジーです。やべえ、コンサートが始まっちゃった。アンジーはきっと会場ね。待ってて、アンジー。If you feel like a drop in the sea,
プレスったらここにもいないのね。彼女コンサート見逃しちゃう。ねえ、あなたたちアンジー見た？悪いけど見てないわ。きっと仲よ。でも満員だから通れないの。でも私どうしても。どい、あー、やっぱり大丈夫。もう少し探してみる。ありがとう。 If you feel like a drop in the sea, dance, dance, dance hard, facing life without fear. Dance, dance, dance hard, facing life without fear. クリス、サプライズゲストの登場です。いつも新しいチャンスを見つける。 Friends forever friends、hey! Friends forever friends through thick and thin, we're friends forever。 背が高かったら取れるわよ。そうだけど私は小さいから大人になってもこの木みたいに大きくならない。うん、ギガ果物を食べたら巨大になれるけど。ギガ果物？魔法の果物なの。トゥッティフルッティワンのどこかに隠されてる魔法の木になる実よ。今まで聞いたことないけど、どうしてだろう。インターネットに載ってたよ。アンジー、ギガ果物を食べたら巨大になれば木に手が届くわよ。でもどうやって見つけるの？ここはドッティの出番じゃない？まあ見てて、うちのスポットは世界一花が効くんだ。匂いを嗅けば何でも見つけるの。ほら、何か見つけたみたい。ちっちゃい木だね。これがその魔法の木？ん？私を見ないで。アンジー、ギガ果物を食べてみて。そうなの、今年はとっても。え、うわ、どうしちゃったの。巨人になったアンジーが。危ない、逃げて。はい、ベイビーたち、気をつけて、踏むとこだったよ。あら、ボム、優しく持たなきゃ潰れるからね。びっくりした、アンジー、ギガベイビーに変身したんだ。ギガベイビー？それはいいね。はっはっはっは。ほらね、果物を取るのに困らなくなったでしょ。体が大きいって最高ね。はっはっはっは。アンジーがギガ果物を食べたみたい。巨大になった体にはいいところと悪いところがあるから注意しなきゃ。アンジー、船で遊ばないで、壊しちゃうよ。だって私にはおもちゃが小さすぎるんだもん。今の音何？お腹が鳴ったの。お腹空いちゃって。ご飯できたよ。じゃあみんな一緒に食べようよ。ね。腹ペコだったんだ。え、アンジーが全部食べちゃった。体が大きいからたくさん食べなきゃいけないの。ベイビーたち、なんとかしなきゃ。アンジーがくしゃみしたらきっと月まで飛ばされちゃう。でも小さくする方法なんてある？簡単よ。ミニ果物を食べればいいだけ。ミニ果物？ギガ果物の逆バージョンってとこね。どこで見つけられるの？スポット探して。果物がなる木にしては随分大きいのね。登るわよ。これを食べて、アンジー。この体好きなの？だけど一緒に生活するのは大変なんだもの。ほら、元の大きさに戻らないと。嫌だってば。もう小さくなりたくない。危ない、ギガベビーが通るわ。大きいままでいたいんだもん。マジックティアーズジェリー。
アンジー。うわー、メガセリーズだー。こうなったのは私のせいだわ。なんとかしなきゃ。よし。自分のしたことを見て。うわ、これ全部私がしたの？あなたはその体が好きでも私たちには危険なの。そうだね、許して。うん、でもちっちゃくなる前にやっておきたいことがあるの。なんて立派なの、アンジー。やっほい、すごい。アンジー大好き。アロハ。まずい、ミニ果物まだ残ってる？するのにパワーは必要ない。ワンディもスーパーヒーローになれるよ。しっかり捕まってキャンディ。私もヒーローになれる？待て悪者、この谷の平和はバッドベイビーが守ってみせる。ウィーニー、真面目にやってよ。今助けるからね。うっ、これじゃバッドベイビー失格。スーパーヒーローはみんなを守るの。ウィニーは私の相棒よ。つまりあなたはスーパーウィニー。私たちはこの谷のスーパーヒーロー。やっつけてほしい悪者はいる？特にないわ。本当？悪者に意地悪されなかった？悪い宇宙人とか。本当よ、今日は虫さんも見てない。じゃあね、キティをお風呂に入れなきゃ。がっかりしないで、これくらいでスーパーヒーローは諦めないの。ヒーローに助けてほしいことはない？ないわ、ごめんね。うん、スーパーヒーローここで参上。じゃあね。ご近所のヒーローとセルフィーは？つまんないの。助けて、お願い、誰か助けて。バッドベイビーが助けに来たよ。この子は相棒。ありがとう。パズルを作るの手伝って。何かあったらまた呼んでね。これじゃスーパーヒーローになれないよ。何にも事件が起きないんだもん。そうだ、自分で事件を起こせばいいんだ。見張っててね。もう私ったら、おしゃぶりを忘れるなんて。あ、金のおしゃぶりがなくなってるわ。落ち着いて、バッドベイビーのパワーですぐに見つけてあげる。感じるわ、こっちの方から。見つけた。ありがとうバッドベイビー、私のヒーロー。開かない。バッドベイビーのパワーを使えば簡単に開けられる。1、開けるわよ。2、よーいしょっと。ありがとうバッドベイビー。バッドベイビーがドアを開けてくれたんだって。それにキャンディーのおしゃぶりを見つけて。あ、スケートボードが。バッドベイビーに任せて。
こんなに事件が続くのはなんでだろう。じっとしてて。バネの靴でジャンプしてあなたを助けてあげる。ご褒美はクッキー。ちょっとそこまでよ。自分で事件を起こしてたのね。私が？違うわよ。助けようとしてたのでしょ、レイディ。レイディ。私はバッドベイビーじゃない。レイディは私のせいで飛んでちゃった。やった。バッドウィング。レイディ行こう。危なかったね。人騒がせね。ねえ、どうしてこんなに危ないことしたの？私もスーパーヒーローになりたかったの。ワンディは本物のヒーローよ。ネイディを助けてくれた。みんなスーパーヒーローね。マジヒラは素晴らしっこいの。見てて。わ、すごくかわいい。家ではできた。みんなペットは元気？まあまあね。見てたよ、あそこから。リリーが何があったか教えてくれたの。はい、リリー。みんなを助けたくて来たの。私たちのペットはすごく優秀だから。見てて。みんないい？ 1,2 の3でやって。 1,2 ファンタジーターン。もうなんでこうなるの？大切なのは強さと素早さです。そのためには訓練が必要です。ルールに従い勝手に行動しないこと。ほら待って。ダメ、危ないよ。遊びじゃないの。これは訓練する道具。みんな訓練を始めるよ。さっき言った通り勝手な行動はダメ。まずは丸太渡り。さあブルー頑張って。その調子。とっても上手。全然ダメ。いいピー、あなたならできる。さすがだわ。あなたは世界一のペットよ。次の訓練はジャイアントダンス。おくくくパンポだよ。いい、レニー。いくよ。おくくくパンポ。さあキティやるよ。さすがキティ。三つ目は玉乗り。いい、ネイディ頑張って。しっかりね、キティ。あなたが世界一のペットだってことを証明するのよ。ほら頑張って。やったね、キティ。最後の訓練はこれ。ぐるぐる回るポー。頑張って、絶対できる。もっと早く。そういう意味じゃない。頑張って。ああ残念。ほらキティ、飛び越えてみせて。上手でしょ。
くなりすぎたと思わない？頑張らせすぎたわね。ごめんね、キティ。怪我はない？あ、本当にごめんなさい。マジティアー！すごい！ねえ、見て見て！すごい！とっても素敵！あなたたちの番よ。早くジャンプしなきゃ。ちょっとドリーミー、このタブレットは私のなのよ。ああそうだね、もういい。でもハートの翼を手に入れる方法は教えないからね。ねえレナ、ドリーミーはどうしたの？知らない、ファンタジーマウンテンに行くみたい。探しに行こう。そうね、行きましょう。左足出して、右足出して、開いてちょうだい。ファンタジーポータル飛行機より高く高く飛んで、階段をぐんぐん登って、ハートの翼を手に入れる。ダメ、ハンドルを切って。そう、そっちの方。待って、コアリーは車を止める前に寝ちゃうかも。ほら、どうしたの？見て、これすごい。レナは自分が主役のゲームを作ったみたい。違う、私が本物、私がレナ。信じられない、声まで聞こえる。どういうこと？わからない、ここから出られないし動けないの。どうやって遊ぶの？ねえ、下のボタンを使うの。ああ。私動いてる、いや、あなたが動かしてる。嘘、本当にレナ？私を動かして、お願い、なんとかして。私に任せて。ジャンプボタン押して。難しいわね、これがジャンプボタン？違う、ジャンプ。これを見て、ハートの翼よ。ゲットしたら出られるかも。オッケー、わかったわ。ちょっと気をつけて、ライフがあと2つしかないわ。もうまったく。やめて、もう2つ。ゲームだから疲れないわよ。あ、ジャンプさせて。疲れたんでしょ？ジャンプさせて。私にやらせて。ダメ、順番子よ。私にやらせてってば。ライフがあと1つになっちゃった。やっていいよ。いや、あなたがやって。私を救えるのはドリーミーだけ。ドリーミーは？ここよ。どうしたの？誰か呼んだ？ドリーミー、助けて。私よりこのゲームが上手でしょ？ええ、そうよね。ファンタジーマウンテンから全部見てたわ。でもタブレットは自分のものだし、ゲームはさせないって言ってたのは誰だったっけ？悪かったわ、ごめんなさい。私が間違ってた。お願い、助けて。はい、わかった、達人に任せて。おお、やった、すごい。頑張れドリーミー、すごいわ。頑張れレナ。頑張れドリーミー、頑張れドリーミー。
レットが壊れて動かなくなった。私たちのせいね。なんとかして。そういえばどうやってゲームの中に入ったの？気づかないうちにポータルの中に入っちゃったの。なんて言ってたんだっけ。確か飛行機より高く高く飛んで、高く飛んで階段をぐんぐん登って、ぐんぐん登って、それからそう、それよ、ハートの翼を手に入れる。ハートの翼を手に入れる。やった。嘘、助けて、出られない。すんごくいいアイデア。じゃ戻れなかった。マジックミラー、やった。あなたはゲームの達人よ。当然よ、レナに教わったもん。見て、ゲ